フラン・ラミはフランスの画家であるピュイド・イコールドーム県のクレール・モンフェランのステンドグラス職人の家に生まれた。地元の美術学校で学び1873年からパリのエコール・デ・ボザールでイジドール・ピルスに学んだ。同時期の学生にはノルベール・グネットやフレデリック・コルデーがいる。1875年にピルスが亡くなった後アンディ・レーマンやジャン・レオン・ジェロームに学んだ。 パリでは、リーブド・ドロワトに住み、印象派の画家たちや、文学者が集まっていたカフェド・ラ・ヌーベル・アテーヌやカフェド・ラー・モールをしばしば訪れ、レオン・ディエリクス、オーギュスト・ビリエド・リラダン、モーリス・ロリナ、ステファヌ・マラルメといった文学者たちのサークルにも、参加した。音楽家のエルネスト・カバネルを通して、パリで有名な文芸サークルのホステスであったニーなど、カリヤアスに紹介され、しばらく愛人であったこともあった。 画家のピエール・オーギュスト・ルノワールの友人であり、しばしば、ルノワールの絵のモデルになった。例えば、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会に描かれている。1877年の第3回印象派展に、ルノワールに招かれ出展した。初期の作品は、印象派の影響を受けていた。1880年から、サロンド・パリに、毎年出展するようになった。 ベネツィアやブルージュへを旅して描いた風景画や女性人物画を描いた。1892年にレジオンドヌール勲章を受訓し、1914年にレジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。